皆さんこんにちは、ピアノセレクトショップの長坂と申します。本日ご紹介させていただきますのは、こちらの、再生プランセレクト中古ピアノ、バリンダム BU20 という機種でございます。再生プランセレクト中古ピアノとはですね、こちらのピアノのように、ピアノを、お使いにならなくなったご家庭から引き取らせていただきました中古ピアノ、その中でも特に状態の良い中古ピアノを厳選し、引き取ったままの状態で、こちらのように、店頭とインターネットに掲載させていただきまして、新たにお使いになられる、お客様のご予算に合わせた、再生プランがお選びいただけるといった、そんな比較のピアノとなっております。では早速ピアノを詳しくご紹介させていただきたいと思います。こちらのバリンダムというブランドですね、ちょっと聞き慣れない名前だと思うんですけれども、こちらは、アポロピアノ同様、東洋ピアノ製造が、製造した、ピアノとなっております。こちらはですね、当時お付き合いがあった、小売店様向けブランドとして、まあ、弊社が製造していたピアノですので、やはりこのブランド名の部分ですとか、デザインの部分では、アポロピアノと多少異なりますけれども、基本的な、ね、内部の部分、基本設計というのはすべてアポロピアノを、踏襲したものとなっておりますので、音色とかタッチ感とかそういった部分では非常にアポロピアノに、近いものとなっております。はい、では、外装の、ね、状態を見ていただきたいと思います。全体的にすごく綺麗な状態です。特別、ね、目立つ傷とか汚れっていうのはもうこれは一切ないと言っていいと思います。ちょっと、ね、動画だとなかなかね、測りづらい部分もあると思うので、もし、弊社のショールームのお近くにお住まいの方はぜひ一度直接ご覧いただければなと思います。こちらの側面はこんな感じですね。上もこんな感じです。はい、さすがにね、一般のご家庭にあったものなので多少使用感があったりですとか、あとこちら の、 金属の部分とかですね、やはり多少こう変色をしていたりっていうところはございますけれども、まあ、全体的には綺麗ですね。ちょっとまああと面台の付近っていうのはどうしても物置くので、多少まあ細かく言えば小傷とかね、磨き傷なんか多少ありますけれども、すごく綺麗な状態じゃないかなと思います。はい、中ですね、中の状態もですね、ピンや弦に特に、サビなんかもね見当たらず、ハンマーもねすごくいい状態となっております。ちょっとコンパクトめのピアノでですね、マホガニーのおしゃれな木目のお色で、ね、ちょっとこういった加工も入ってまして、で、まあ比較的中古ピアノとしては新しい上に、まあ、お値段も非常にリーズナブルというところで、非常におすすめできる1台ですね。大変お買い得な1台です。まあ、どうしてもここの部分でね、あまり、まあ、妥当なお値段をつけてしまうとなかなかちょっと販売が難しいというところもあって、まあ非常にリーズナブルなお値段になっておりますので、ブランド名とかあまり気にされない方でしたらね、非常におすすめできるピアノだと思います。ぜひ一度ご検討ください。よろしくお願いいたします。